はい、にわっち。どうも、にわとりにわ。さて、今回はこちらのじゃがいもを使って、ポテトサラダを作りたいと思うにわね。まあ、なんでポテトサラダかというと、最近ね、よくスーパーのお弁当、チキン南蛮弁当をね、頻繁に買ってるんやけども、そのお弁当の右上にね、ちょびっと、ポテトサラダが乗ってるにわよね。で、すごくちょびっとやから、もっと食べたいなと思ったので、作りたいと思います。それではレッツ、にわっちんぐ、コッコー。ではまずこちらのじゃがいも、まあ、よく洗って、皮むいて、芽を取りましょう。コッコー。はい、皮と芽が取れたので、早速切っていきたいと思うにわ。ちなみに、まな板新調しました。結構ね、黄ばんできたので。まあ、漂白剤使えばよかったんやけども、これ100均のやつやからね、買い替えた方が早いやんということで、買い替えました。それでは切っていきます。まあ、火が通りやすいように、ちょっとちっちゃめにね、切っていこうと思うには、小さく切ればね、潰しやすいし。それでは細かく切れたので煮ていきたいと思うんやけども、これ全部鍋に入るかしら。熱湯の中に入れます。ドババ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 。まあまあなんとかって感じにはね。まああのレンジでチンでもよかったんやけどね、ちょっと今回は試したいことがあったので鍋で煮ていくには、コッコー。それでは茹でてる間にその他の具材も切っていきたいと思うには、まずはこちら、トウモロコシ。今回はね、コーンも混ぜてみようかなって思うにわよね。これはまあ、このまま電子レンジに入れて、5分ぐらいチンするにはね、ちょっとでかいので、切りましょう、この辺をね。それではこれはチンします。コッコー。ほんでこちら、キュウリにはね、キュウリは、まあ、薄切りでいいって書いてあったにはね、切れちゃうわ。くっつかないでほしいには、包丁に。危ないには。確かにこれ包丁立てればいい感じだったと思う。で、ね、まあちょっとやりにくいっちゃやりにくいんだけど、まあばらけないからこっちの方がいいかなって。で、刺身の時にね、身についた切り方にはね、まあ、若干薄切りにするのが難しいけど、まあまあええやろ、歯ごたえ出るやろ。はい、コッコー。あとはハムにはね、ハムはどうやって切ろうかしら。まあ適当でいいんやけど、あ、どんな感じでハム入ってるっけ。小さすぎたらちょっとあれやしね。あ、1センチとかそんなん、こんなん、こんなん、若干長方形な気がするんだよね、入ってるのね。はいはい、まあ適当でいいにはね。はい、コッコー。はい、まあこんぐらい煮ればええやろ。そしたらとりあえずザルにあげます。よいしょ。あ、湯気が熱いには、熱い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 には、おー、コッコー。で、よく水気を切って、もう一回弱火の鍋に戻すにはね。で、戻したら、まあ、木べらとかで潰しながら、しっかりと水分を飛ばしていくには、そう、今回はね、この水分を飛ばしたいがためにチンじゃなくて鍋を使ったにはね、まあ、なんで水分をそんなに飛ばしたいかというと、さっき言った試してみたいことっていうのが、マッシュポテトを冷凍保存してみたいなと思ったにはよ。で、調べたらね、まあ、じゃがいもって基本的になんか冷凍するとあんまり美味しくなくなるみたいなことが書いてあったんやけども、マッシュポテトに関してはしっかりと水分を飛ばしてやればなんか冷凍保存可能って書いてあったにわよ。なのでね、今回はそれを試してみたいと思うにわよね。で、まあ小さく切ってたし、今回は木べらでもね結構潰せるにはね。で、まあ若干こういうなんかね、ちっちゃい粒みたいなのがあってもポテトサラダのまあアクセントになるんちゃうかなと思いますけど、まあしっかり潰しますけどね。コッコ
ふう、まあこんなもんにはかね。じゃあ火止めて、まあ、しばらく放置して粗熱を取るには、コッコー、それじゃあマッシュポテトの粗熱を取ってる間に、こちらの、まあ、チンして放置して粗熱を取ったトウモロコシの実を外していきたいと思うにはね。なんかね、これのやり方ね、実がついてるところまでなんか切って、で振るとなんかスルッと外れるみたいなこと書いてあったけど、本当かしら。ほれ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 、出てこないにはけど、もうこんな皮むいた方が早いやん。コッコー、あ、熱い。皮むいたらまだ、あー中は、あー中はまだちょっと熱いには、熱い。しかし鶏、これを気力でカバー、はい、剥けました。さて問題の粒外しにはね、これね、うまくいくときといかないときがあって、ちょっと難しいにはよね。まあ取りやすいように半分切って、でまず一列外します。切ってね、パカッと、はい、取りましたね。そしたらこのなくなった方に粒を押していくと、熱い粒が取れるっていう、熱いけどうまくいきそうなので、もうこの中入れちゃいます。あ、茹でてやると結構簡単にね、綺麗に取れるにはね。茹でてないとね、結構ねこれ硬くて取れなかったりするにはよね。 あ、でも熱いには、あ、熱いには、あん、コッコー、熱い熱い熱いには、熱いには、ちょっとこれ先っぽの方は取りにくいんだね、さすがに。鶏肉だけに、あ、違う、2羽はまだ鶏肉じゃない、2羽。コッコー、ほら、だいぶ綺麗に取れたりはね。うん、コッコー、はい、取れました。こんな感じ。ちょっとさすがにコーンが多いので食べちゃいましょう。いただきます、茹でたてコーン。うん、うん、塩とかしなくても全然甘くて美味しいにはね。さすが。コッコー。そういえば話は変わるけどね、なんか久々にゴーヤチャンプルー食いたいなと思って、スーパーでゴーヤを探したんやけども、一本ね、2キュッパぐらいして、なんか高いなと思って諦めたにはね、やっぱ南のものは北じゃ高いんでわかんね。コッコー。はい、まあ大体粗熱も取れましたので、続きをやっていきたいと思うにはね。とりあえず今回使う分の 600g だけちょっと取るにはね。結構 600g ってあるにはね。最初皮を剥く前全部芋測ったら 1kg ぐらいあったんやけど、今はもうね、こんだけ、これとこれだけ、800ちょっと全部入れてみるにはね、 1kg がね、皮と煮て水分取ったら 800g になりました。はい、コッコー。じゃあまあ 600g のじゃがいもは使うので、残りの 200g を冷凍してみるにはね。はい、はい、それでは、まあ、こちらの冷凍するマッシュポテトは今回の動画じゃなくて、いつかおまけで紹介したいと思う。今ね、ちゃんと美味しく冷凍保存できたか、今回のに入れるとちょっと時間がかかっちゃうからね。それでは冷凍しますね、これは。コッコー。ほんでは味付けとして、マヨネーズを 60g。ピア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 。で、からしを小さじ1程度。ピア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 。こんなもんちゃう？で、まあ先によく混ぜて、ね、偏りがないようにするにはね、からしが。くり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 。で、よく混ぜたら、芋の中に投入。んで、具材も投入。で、よく混ぜて、で、最後に塩と胡椒で味を整えるにはね。混ぜ混ぜ。それではちょっと味見を。もうちょっと使用してもいいかも。マヨネーズもちょっと追加で、ピャ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 。うん、まあこんなもんにわかんね。それでは盛り付けて、コッコー。はい、こちら鶏特製のポテトサラダの
完成にはね。それではいただきます。どれどれ、こんな感じ。はん、うん、美味しいにはね。きゅうりのシャキシャキ感とコーンは入れて正解だったにはね。コーンの甘みもいい感じで、他も特に問題なく、まあ、ちょっと味薄めかなと思うんやけど、まあ、ハムとかコーンの味がしっかりするので、これでもええかなって思います。うん、美味しい。米返しコーナー。2羽は皮かぶりと鶏皮が豊富。サバカレーってサバ以外にどんな具を入れるのがオーソドックスなんだろう。まあ好きなもん入れればええんちゃう。金所の3期はなかった。いいね。金所3期はよく分かんなかったから途中でそっと辞しました。サムネが例のキャラなの言われるまで気づかんかった。2話の存在感が強すぎるってわけよ。サバカレー缶地元に普通に売ってるから定期的に買ってる。サバカレー缶なんてあるのか。子供が食わないなら萌え目してない部分はそこまで神経質にならなくていい。永遠の17歳である2話はどうしたら。朗報、この動画でピーラーで目が取れることを知る。コマ？じゃがいものえぐみが許せない人は目の部分と言わずに表面を3ミリほど剥けば OK。 じゃがいもにえぐみ？かっこバカ舌鶏並み感。ダイナマイト作ったやつは表彰する金出しただけや。ますます偉いにはね。じゃがいも小さすぎると煮崩れない？あんまり煮なかったから割と歯ごたえありました。切ってくれてるとこ見れるの助かるよ。そんな気がしたには。いろんな料理に応用効くから買ってて損はないと思うぞ。言うて鶏あんまり玉ねぎ使わないにはよね。切って冷凍でもしておけばええんでない？冷凍庫狭いからアイスが入らなくなっちゃう。かっこデブ並み感。切り方おしゃれやね。そうには？結構一般的だと思うんやけどね。これかなり細かく刻んでるね。炒めたら焦げない？混ぜるのおろそかにしてたから若干焦げました。綺麗に切っててうまいですね。鶏の包丁使いが光る。一人暮らしやが毎日 2,3 個ぐらい食うぞ。はええー、血液サラサラになってそう。同じカレーで飴色玉ねぎ使ったのと使わないので分けてみたらわかるんじゃね。結局市販のルーが完成されすぎててあんまり変わらない気がするんごんね。一から全部作るなら変わるかもしれないけど。味噌煮かよ。水煮の方じゃないのか。どっちもレシピあったには。個人的には断然味噌煮やけどね。水煮の方はしっかり煮ないと中まで味染みないんご。あーでもほぐしたらええかも。昔は100円だったんだけどな。まあハンバーガーも昔は60円とかあったしね。水産高校の作る缶詰うまいんだよな。はええー、缶詰作るのすごいにはね。食べ方の幅広さは間違いなくサバが上だな。むしろ高級魚がサバに勝ってるところはなんなんやろ。今年は釣りに行くと異常に釣れるんだよな、サバ。釣りたてじゃないとできないと言われるサバの刺身食べてみたいんごんね。しょっぱくなるかもと思ってやったことなかったけど、味噌煮の方でやってみよう。言うて2貫ぐらいなら塩分もたかが知れてるんには。シーフードっぽい風味が追加されるんかな。言うてシーフードカレーって魚入れるには。食べてる時はあんまり気にならなかったけど、冷やしたらサバ特有の匂いがしだしたには。ここまでやってこの感想、正直頑張ったのに台無しになってない？鶏の感想はだいたい好みだから。急にイケメン声になるな。ニワはいつでもイケメン声だ。ルルルロロロロロロロ。よろしい、説明しよう。ハズビンホテルというのはアメリカで制作されたアニメのことである。いわゆるカートゥーンアニメで若干ミュージカル風になっており、 YouTube には日本語吹き替え版が存在する。ちなみに大人向けなので注意。そっちを説明していくのか。かっこ困惑。奥様向けの V 字の切り込み入った砥石使うとか。一応シャープナー的なのはあるにはよ。丸洗いしませんか？それお風呂。ニンニク数個分をホイル焼きとかで一気にいただくとやばいかな。まあニンニクの素揚げとかは一個丸々出てくるし、それぐらいならセーフなんちゃう？よくわからんけど。よろしい、説明しよう。国内で緑豆からもやしを作るところもないことはないが、もやしは意外と場所を取るのである。そのため狭い場所では大量生産に向かず、土地のある中国の方が大量生産に向いているのである。もやしは豆からもやしになると数倍に体積が増えるため、ギリギリの囲いだと実は破壊してしまうほど成長速度が速いのである。
ああ、2話が言いたかったのは、もやしになる前の状態である緑豆なら、もやしよりも手間かからないから日本でも生産できるんちゃうと思ったけど、需要少ないから生産しないんやろうなってことだった2話よ。次、大根カレー試して。大根入ってる2話？6皿分何日かけたんだろう。ああ、3、4日ぐらい？はい、ごちそうさまでした。まあ、量が少なかったから、すぐ食べ終わっちゃった2話ね。あれにはね、ちょっとチーズを乗せて、レンジでチンしても、ね、美味しいかもしれない。そういえばなんかポテトサラダって、ちょっと前にね、ツイッターとかでバズってたりはね、まああんまり内容知らんのやけど、多分、まあどっかのおっさんが、奥さんに、ポテトサラダぐらい作れや、みたいなこと言ったんやろね。まあポテトサラダって言うとね、そこまで、すごい料理って感じはしないけど、庭的にはね、ポテトサラダ作るのって結構めんどいなって思うんだよね。まあ、大量のじゃがいもを皮むいてね、ふかして、潰して、混ぜてってね。正直、天ぷらとかの方が庭的には楽やなって思ったりして。まあそういうとこなんやろね。料理しない人にとっては簡単だろうと思って、ね、ポテトサラダぐらい作れやって言って炎上したんやろね。まあ最近はね、湯じゃがりことかあるし、あれならまあね、お湯入れるだけやから、簡単に作れるし、いいかもしれないにはね。そんな感じでした。今回はこれで終わりです。それでは、バイバイ。にわっちにわっち。こっこー。はい、今回のおまけではこちら。タピオカミルクティーを飲んでみたいと思うにはね。にはね、まああれだけタピオカ流行ったけど、まだ一回も飲んだことないにはよね。だからタピオカの食感がどんなもんかもよくわかってないので、ちょっとね、今回試してみようかなと思いまして。こちら150円ぐらいだったのかね。ではでは、あれだけ流行ったけど、もうお店とかないんよかね。よくわからんけど。ではこのぶっといね、タピオカが吸えるぐらいのストローをぶっ刺します。どす、あら硬い、どす。はい、ではいただきます。まあミルクティーは普通にミルクティーですね。でタピオカのこの食感はなんか昔なんかで似たようなものを食べたことがあるような、ないような。あー、なんか昔駄菓子でなんか棒状のこんにゃくゼリーみたいなあったやん、あれかな食感。うん、そんな感じだと2話の記憶が正しければ、まあ相当ねしばらく食べてないからあやふややけど思います。まあ美味しいっちゃ美味しいにはね。でもあそこまでブームになるほどのものかなとは思うにはけどね。まああれはみんなが飲んで流行ったようなもんやからね、味はそこまでとんでもなく美味しいってわけじゃないんやろね。まあ普通に美味しいです。そんな感じでバイバイ。にわっちにわっち。前回の動画を宣伝してくれたかわいこちゃんたち、クレジット。